旦那はなかなか不思議な人間で、自分のペースに他人を引き込むのがうまいというか、旦那のペースにいろんな人が乗ってくるような雰囲気を持った人なんです。明るくマイペースで冗談が好きで、怒ったところなんて見たことがありませんでした。さてさて、旦那は古い車が大好きで、二十歳の頃に買ったお古い外車にずっと乗っています。ある日二人で買い物がてらドライブをしていると、目立つからか後ろにぴったりと張り付いてくる軽自動車が、私が煽られてないと言うと、旦那はそうだなと言い、左へ寄せたのですが、なんとまあ後ろの軽自動車も止まったわけです。再び車を走らせる旦那、その後ろにぴったりとつく軽自動車、私が不安そうな顔をしていると、旦那がしつこいからちょっと行ってくるわと笑顔で言い放ち、再び車を左へ、案の定一緒に止まる軽自動車、ドアを開けて後ろの車の方へ歩いていく旦那。旦那に何かあったらどうしようと不安になり、助手席の窓をくるくるして開ける私。恐る恐る顔を出して後ろを見ると、そこには信じられない光景が。後ろの車のドアを開け、運転席から若い男を引っ張り出して胸ぐらをつかみ上げている旦那の姿。何のつもりだお前とか、俺と分かっててやったんか、なんか普段からは想像もつかないようなヤバい口調。というか、俺と分かっててあんた何やったんですかと。とりあえずこれはヤバいということで窓を閉め、助手席で待機していると、お前今の聞いてたやろうと旦那が運転席に戻るなり言ってきたので、ごめん聞いてたと言うと、嫌いになったりせんとか情けないことを抜かしてきやがったので、ならないから話してと言うと、旦那は運転しながら話してくれました。旦那とは中学の知り合いで、高校からはお互い住む場所も変わって全く話さなかったのですが、とあるきっかけで再会して結婚。私はその中学卒業から結婚までの旦那の顔というものをよく知らなかったのですが、その空白期間の中で旦那は何ともすごいことをやらかしていたそうで、この車を買う前に旦那はバイクチームを結成していたようで、その中には不良仲間である旦那の後輩や今でも仲の良い友人がいたそうです。旦那のバイクは地元じゃ他に見ないようなガッチガチの改造を施されており、当時から結構な有名人だったそうな、一癖も二癖もあるような人間ばかりのチームをまとめ上げていた旦那は、不良の間でももちろん有名だったそうで、ただ自分囲い的な話になるとかなり自慢気に話すので、冗談に聞こえて仕方がありません。それでまあ今回はその名前が聞いたみたいです。ちなみにその後で旦那のキレたらどうなるのかというのを友人の方に聞いたところ、いろいろやばい、離婚の危機と言っておりましたので、やっぱり本当みたいです。普段の旦那からは全く想像のつかない姿でしたが、個人的にはそういう男らしいところもしっかりと見れてよかったかなと思う。